セインとソブは、エンスタタイとコンドライト1914、ノイシュボンスタイン隕石エンスタタイとコンドライトは、石質隕石の分類の一つである。地球に落下した、石質隕石のうち2%程度がエンスタタイとコンドライトである。構成する主要な鉱物の軌跡が、眼下軌跡であるのでエンスタタイとコンドライトと呼ばれる。還元的な環境で形成されたと考えられ、 鉄の酸化物は含まれず、鉄は FENI や硫化鉄の形で含まれている。エンスタタイトコンドライトは、地球では見られない、オルダマイトやニニンジャライト、ペリライト、ジャーフィッシャーイトやキャスウェルシルバーイトのような、アルカリ金属の硫化物が含まれる。酸素の同位体分析からは普通コンドライトと炭素質コンドライトの中間に位置し、地球や月の岩石に近い。 大部分のエンスタタイトコンドライトは母天体で熱変成を受けている。エンスタタイトコンドライトは金属成分の比率によって分類され金属の多い A 型と L 型に分類されるが共通の母天体で生成されたと考えられている。エンスタタイトコンドライトとして代表的なものには AB 隕石などがある。ありがとうございます。